インテリアの方ですね、はいはい、紹介していきたいと思いますが、はい、じゃあこちらまた前に来ていただきまして、インテリアを紹介していきましょう。じゃあ大谷さんもお越しいただきまして、ね、でこちらの運転席を開けてみますと、まず内側なんですが、ちょっとカメラさんにも来ていただきまして、会場の皆さんモニターの方をご覧ください。はい、さあまず、インテリアなんですが、ドアトリムですよね、はい、注目ポイント、今回のモデルは人の手に触れるところを柔らかい素材にしました。はい、またそれとステッチも採用しまして、はい、触り心地にしろその見た目の高級感、はい、いずれもより上質な感じになるようなものにしました。はい、あとドアトリムは後ほど握っていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、普通に四角いポケットになっているのではなくて、その手のこの手のひらの形状に合わせて丸くなっているので、はいはい、締める時の感触っていうのも、ね、馴染みのあるものだと思いますので、後ほどこのグリップの締める時の動きをしてみていただければなと思います。はい、確かにすごいフィット感がありました、僕も締める時。はい、そしてやっぱりサバ木のパネルなんかもね、印象的ですよね。そうですね、はい、ドアトリムと、あとは助手席の前のダッシュボードにも新たな木目の柄を採用しています。はい、でこれもですね、ツヤを落とした上質なものになっていますので、はい、これもぜひ実車でご覧をいただければなと思います。はい、はい、そしてシートの方も見てみたいと思いますが、はい、こちらシートも変わりましたよね。はい、そうですね、はい、まず一つ目はですね、実はショルダー部分の大きさが今までよりも大きくしていまして、はい、サイドサポート性というのを向上させています。はい、それと座面の横の部分ですね、はい、座面の横の部分、この横の盛り上がりの部分、はいはい、これも従来モデルよりも少し高くしてですね、はい、よりサポート性を高める形状にしているっていうのがまず形状です。はい、であとは柄デザインにつきましても新しくしまして、幾何学柄の凹凸感のある、非常に上質かつ丈夫で、はい、そういったデザインにしています。はい、またサイド部分は少し肝調の、はいはい、手触りのいいものにしてますので、非常に居心地のいい、はい、シートになっていると思います。はい、すごくフィット感もありますしね、はい、乗り心地もいいと思いますので、じゃあもう乗り込んじゃっていいですかね。はい、はい、お願いします。私そして大谷さんもちょっと助手席に回っていただいて、はい、乗り込んで、皆様にインパレの紹介をしていきたいと思います。それでは私運転席から失礼します。それではちょっとカメラさんにもね、後ろの席から乗っていただきまして、内装インパネを紹介していきたいと思いますが、確かに今座った時のこのフィット感ありますし、このさっきのねドアの閉める時のそうですね、グリップですね、グリップ感すごくいいですよね。さあ、実際乗ってみましたが、まずはですね、この最初乗り込んだ時の視界の良さっていうのがすごく感じるんですけども、はいはい、今までのモデルに対して、まず水平基調、ホリゾンタルアクシスという、はい、呼び方をしているんですけれども、はい、まずは水平基調のデザインにするということで、ええ、SUV らしくいろいろ荒れたところに行っても、はい、車両の姿勢が把握しやすくするという、はい、ホリゾンタルアクシスというものを、はい、まずは採用しています。はい、でそれ以外にはよりワイドで開放感があるもの、はい、今までのモデルはちょっと機能性が、はい、非常に表に出ていたということもありまして、はい、コンソール部分が非常にこう手元にあるという形だったんですけれども、はい、今度のは少し前方に斜めに持っているということで、ね、うん、より開放感と、はい、ワイド感と、それと先ほどの話の触るところっていうのは全部ソフトパッドがしてますので、はい、確かに確かに、はい、機能性プラス、はい、その上質感というのを目指してやっております。はい、そしてメーター周りも注目していきたいと思いますが、これはちょっと実際に今エンジンをかけてみると、ね、はい、より伝わるのかなと思いますね。はい、さあこのようにメーター周りエンジン始動すると、はい、あ、いいですね、非常に見やすいのと、やっぱりデザインがかっこいいなと。そうですね、まずイグニッションオンした時に最初に車が現れたということで、はい、少しこれからドライブするぞという感じになるかと思います。はい、気持ちがこう高ぶってくる感じがありますよね。はい、はい、
そんなメーター周り、そして先ほど話もありましたがインパネ周り、ね、見てみたいと思いますが、まずこの大型のディスプレイ、はい、いいですね。やはりワンボックスで大型のモニターナビゲーションシステムをお求めご要望いただくということもたくさんありましたので、はい、まず大きな 10.1 型の、はいはい、ナビゲーションシステムを持ってきました、はいはい、それともう一つは、はい、こういった形で4つの機能をですね、はい、分割して、表示することができますので、タッチパネルで動かせるわけですね、はいはいはい、これは操作性すごく分かりやすくていいですね。そうですね、分かりやすいと思います。あと地図も見やすいし、はい、はい、最高ですよこれ、いいですね、じゃあ一旦エンジンをオフにしたいと思いますね、はい、そして、先ほども話ありましたが、このシフトレバーなんですが本が巻きということで、そうですね、はいはい、これも非常に触り心地がいいしグリップ感もいいですね、はいはい、やっぱり、三菱自動車らしいその機能性ということで、はい、シフトノブというのもそういうふうにデザインをしてもらってます、はいはい、またもう一つはこちらにありますドライブモードセレクター、はい、これもしっかりとしたデザインで、はい、あとはこの操作感、この、はい、しっくりくる感じも、ね、よくなっていると思います、はいはい、それから先ほどもありましたがサバ木の、オーナメントパネルだったりとか、はい、こちら2つエアコンの、はい、左右独立の温度調整ができるようになってますので、これはありがたいですね、はい、暑がりの方と寒がりの方が、はい、それぞれ好みの温度に調整できると、また従来モデルと同様ですけども、はい、鉱石用の、クーラーもございますので、はい、鉱石も快適となります、はい、ということで、こちらインパネ周りをご覧いただきました、はい、そして安全性も進化しているということなんですよね、はいはい、ちょっとじゃあ外出ていただいて、はい、三菱 e アシストの話この後伺いたいと思います、はい、はい、ということでインパネ周りから次はやっぱり気になる安全性ですよね、はいはい、今回の改良点の大きなポイントの一つになります、はい、先進安全コンポーネントを、三菱自動車では e アシストというふうに、はい、総称として呼んでるんですけれども、はい、この e アシストのたくさんの機能を採用しました、はい、今モニターにも、ね、画面に表示されてますけれども、ね、衝突被害軽減ブレーキ、はい、車線逸脱警報、先ほどお話ししましたオートマチックハイビーム、はい、あとは渋滞ですとか、まあ長距離をドライブするときにも非常に便利なレーダークルーズコントロール、はい、まあ、それ以外にも交代時の車両検知ですとかブラインドスポットウォーニング、はい、こちらもご用意をしております、はい、まあ、安心安全な機能が、ね、加わってます。そうですね、デリカーに乗っていらっしゃるお客様は結構ですね、遠くに出かけられるお客様も多い、はい、長距離ようですので、ね、そういった長距離ドライブにも非常に役に立つ、はい、そして、安心な装備だと思います。はい、さあここでですね、質問が届いておりますので、紹介していきましょう、はい、まず一つ目なんですが、はい、収納についてはフロントの2段ボックスが1段になってしまいました。今よりも大型化されているのでしょうかといただきました。あ、はい、フロントの助手席の前にありました、コンソールは今まで2段あったんですけれども、はい、まあ、その分荷室側に出てたっていうのがあったので、はい、まあ、今回は奥側に持ってきました、はい、で、収納部分は、1段ですけども、まずは十分の大きさを持っています、はい、いうのと、もう一つは、運転席のと助手席の間のセンターコンソール、はい、ちょっと実際開けてみましょうかね、はいはい、運転席と助手席の間のセンターコンソールの下にも大型のボックスを追加しまして、はい、カメラさんが撮れますでしょうかね。こちらと元々のグローブボックスと、でそれ以外にもですね、はい、今回はスマホのトレイですとか、真ん中にありますね、はい、あとはこれは後ろの席の方用になるんですけれども、はい、背もたれの後ろ、はい、背もたれの後ろにですね、ポケットを2つ用意しまして、はい、スマホ後ろの、まあ、お子さん用に、はい、お子さん用じゃなくてもいいんですけど、まあね、友達とか、はい、
スマホをスッと入れられる。スマホケース。これは、はい、という形で、収納部分もいろいろ工夫をしておりますので、はい、まあ、ちょっと、いろんな小物も、すっきりと収められると思います。はい、スマホとかね、そういったものの収納に適しているという、後ろの席にも優しいということですね。はい、で今後部座席の話がありましたが、後部座席はどのくらい広いですかという質問もいただいておりますので、ちょっとカメラさん映していただいて、じゃあちょっと私乗り込んで、はい、お願いします。サイズ感を確認してみましょうかね。では失礼します。はい、さあ私が身長が171センチなんですけども、はい、もう余裕ですね、快適ですね。はい、はい、これでもうどこまででも連れてってもらいたいぐらいの快適感。前もこうね、スマホが入ったりとか、そうですね、小物が入ったりしますし、はい、こういいですね、全然余裕があります、膝の先も、うん、はい、そうですね、デリカはドライバーの方の車であると同時に、はい、やっぱりファミリーカー、まあ、ご家族の方ですとか、ご友人の方と一緒に出かける車だと思っていますので、2列目、そしてやっぱりデリカの特徴、3列目もしっかりした、はい、厚み、高さのある3列目のシートになっています。はい、こちらですね、3列目も広々なんですよね。はい、だから運転する楽しさもあるんですけども、こうやってなんか後ろに乗ってどっか連れてってもらいたいなっていう、そんな ね、イメージも膨らんで楽しくなってきますね。はい、テンションが上がってきます、皆さん、これね、後ろに乗ると、はい、はい、ということで広さ、まあ、高さももちろんありますからね、開放感が非常にありますね。はい、はい、ですということで、後部座席を紹介させていただきました。さあ、ということで私はおりまして、はい、で、もう一つ大谷さん、一押しのポイントっていうのを最後聞かせていただきたいと思います。一押し、はい、一押しっていうのはエクステリアなのかインテリアなのか、 どこの部分の一押しどこの部分ですかね。全体としてっていうことで、一押しの新機能は何ですかというメッセージ、はい、一言で言うのは正直に言ってもし難しいんですけれども、はい、やっぱりデリカならではの運転して楽しいっていうのが一段進化したということだと思います。はい、ちょっとまだ皆様にご自身で運転していただくところまで来てないんですけれども、このディーゼルエンジンの力強 いところ、はい、それと発足 AT の滑らかな加速、はい、それとそれが非常に静かにまたなってます、ディーゼルエンジンが、はい、それとですね、オフロードの走破性というのも一層実は良くなってまして、はい、トラクションコントロールの制御の改良ですとか、そういったこともやってますので、はい、やはり移動するためじゃなくて移動自体が楽しくなるところが、まあ、デリカ のおすすめポイントかなと思います。はいはい、まあ、今日時間ありましたらね、ぜひ試乗などもして体感していただきたいと思います。はい、そうですね、道場走行は今日ご予定をしておりますので、道場走行で、まあ、まずは感じていただければなと思います。はい、はい、ということで皆さんリクエスト質問ありがとうございました。引き続き、リクエスト質問どしどしお寄せください。さあ、駆け足では参りましたが、新型デリカ D5 の継承と進化を、感じていただけましたでしょうか。この時間大谷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は45度 の体感試乗ですとか、はい、安全装備の道場走行がありますので、まあ、ぜひ今日一日、まあ、楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。後ほどまた登場していただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。